だずの理由かな。今から、チームの練習に行っていきます。全身球。もうダメだ、これは来たぞ。あるぞ、当てなければ。俺らな、25、全部俺が持っちゃったでしょ。イラつくわ、マジで。俺が持ったら本当うざいわ。やったー、マジで頼むぞ。これで負けたら本当納得できない。やればいいよ、シモダ。ボールずらしやればいい。なんなん、こんなん、なんなん。きた。はい、1本目蹴った。イラつくわ、マジで。2本目いいよ。1本目蹴った。はい、ということで今、練習から帰ってきたんですけど、今はなんと、7時半ということで、とにかくあのバーテをやりすぎました。僕ら、11時から練習でね、1時ぐらいまで、2時間弱ぐらい練習したんですけど、そっから実践で、もう、バーテずっとやってて、やばいっすよね。だからもう6時間、7時間ぐらい、ずっとボール蹴ってて、6時半ぐらいまでやってたんで、もう外も真っ暗になるまで、ずっとバーってやってて、バカですよね、完全。で、そんぐらいやって、もう夜になってしまったんで、今からご飯食べに行ってきます。ご飯から帰ってきたんですけども、今は動画編集、YouTube とかの動画を編集しています。で、自分は携帯のアプリで動画編集してるんですけども、まあ、結構でも携帯のアプリでも簡単に動画編集できるんで、今の時代はいいなと思います。で、大体動画編集は1本の動画に、2、3時間はかかってしまうんですけど、まあ、でも結構楽しい感じでやってます。で、もう動画が結構できそうです。こんな感じでテキストとか音声ナレーションとかを入れて動画を作ってます。はい、喜びが溢れている物語はいつも果てしないだろう。